決勝リーグ2巡目ワンピーシューの緑ツーピーが DB サスカチリード鬼択画面足これ強いですね大パンチと投げの鬼択シューの緑サブキャラの定評があります DB 落ち着いているここは基本を思い出そうとしているのかフルチェ入ったかおっともつれたかうーっと微妙に投げ前外だったかブランチのモーションが逃げて大パンチが刺さったあっと今のは斜めデモンが出ていれば読み勝っていた状況だったが画面足厳しいケガして差し込みイエス落ちスメロの状況イエスバットで逃げるがカッチは一瞬しか出てきます大事こかしてリバーサーで返すまだいける下下当たるさあどうする斜めでも当たる画面足もつれた勝利当たってるも分かんなかったけど勝ったな DD